はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト4ガイデン続きやっていきたいと思います。前回千人剣を倒しまして、多分ここなんだけど、ほら邪神の杖ってのもらったんですけど、ここに一個洞窟あって気になってたんだよね。あー、なるほどね。ここはなんか見たことあんな。これボス、もしかしてサンダーバードってボスだったやつだよね。経験値えぐ。モンスターズになってきちゃったよ今度は。なんだこのダンジョン。え、うわデストロップ、強いんだよな。まあ全力でいきましょう。まあ、バイキルトかけたりスクリプトかけたりしたらね、まあ、結構楽なんですけど、まあ、そこまでやんなくていいかな。5000ってすげえなこれな。おお、ソードドラゴンがいる。ここ最後かな。また先長くて、何、エビルマウンテンじゃねえや、なんだっけ、デスキャッスルだっけ、なんだなんだっけ、なんかあるよね。そんなとこに行くんかな。長いよなこのランは。道覚えてないし、まあとりあえず行き当たりばったりで行きますか。あー、なるほどね。お、琥珀層、うわー感じになってるし、色がちょっと違うしね。あ、そんなでもないか。1000持ってるよ経験値。どうする？とりあえず、あー、ぐるっと回ってにゃんこの目、左側行けんだけど下に行くよね。まあちょっと宝とかもあるかもしれない。あったあったあった。あ、ちょっと簡単だったね。あ、4000続く。あ、取っといてよかったね。これあればもう、うおー、サンタクブルドラゴン。いやー、ちょっと見かけ倒しか。ちょ待って、ここなんか、え、あ、奥にもなんかあんね。これなんか隠しマップない？ないか。あそこに階段あんね。どうやって行くんだろうあれ。おお、やっぱりダークマター。ニジクジャクとか多分いそうだよね。ニジクジャクとかさ、あと何いる？サンタク、キングアズライルいるな。これはいるな。エルゴラゴそんなに弱いわけないんだけどな。無限ループに見せかけてそうでもないっていうね。やばいっすね。こっちで合ってっかな。奥行ったらさ、行き止まりで宝じゃなかったっけ、違ったっけ。なんかさっきより長くね、気のせいですよね。あれ、なんかゆっくりなった。え、なんかスピードがゆっくりなったんですけど。なんだここ。あ、宝。あー、いいね。敵出ないね。え、なんだここ。あ、船。船のスピードになってんのか、もしかして。敵出ないね。じゃあさっきのとこで多分合ってんね。
あ、なんかトロい。ぬかるんでたんかな。敵いないね、あそこね。なんだろうね。まあ、宝があったからいいですけど、一回出てもいいな。まあね、一回出ていいか。リリミット効かないとかないよね。入れなくなるとかないよね。まあまだ見ぬ敵とかいくかもしれないし、なんか仲間入るかもしれないしね。え、一回杖使ったら入れなくなるとか、そんな話ないよね。何気にあいつ一撃じゃないから、ね、よし。ゴッドサイドで魔法の聖水言ってるのは美味しいね。オッケーオッケー、いけた。もう道分かればこっちのもんですよ。こんな仲間入ったりすんのかな。最近そういえば全然仲間入りませんね。ここじゃなくてもう一個先だったよね。サンダーバードが起き上がってこちらを見ている時に、いやー、ホーンビートル2体混ぜたいね。スカルスパイダーか、スカルスパイダーとかラザマナスとかさ、そこら辺なんか奥行ったら いそうじゃない。でも強さ的にあんま変わらないと思うけどね。どうなんだろう、やっぱここだよね。あ、こっちだ。敵いないよね。なん、あ、いる。おっ、こいついたらオリハルゴン。そうだ、オリハルゴンの一個手前。強くね、こいつ。一歩手前出てきたよね。あ、一歩手前じゃねえや、一歩後か。オリハルゴン使わないとできないやつとかね。そうだ、こいつもいるね。エグドラシ HP 高いんじゃない。そんなことない、あんなことないね。植物系って HP 高いイメージあるんだけど、その代わり吸収がめちゃくちゃ効くとかね。もうファイナルファンタジーも混ざってね。そしたらね、もうザックスの体験自体でなんか混ざってるような気はするけど、ここか、ここが、これなんだ、デストラップ。あ、違う、メダル、メダル、うんうんうん、船は速いんだね。あ、敵がいる。おお、コアトル。コアトルドラゴン系だよな。面白敵がもうちょっとモンスターズが笑えるね。ちょ、もう一回ぐらい戦ってみよう。オリハルゴン出てきたね。あと分けてえな。だけど結構サクサク進むからね。サーンって出てくからね。敵敵敵敵、なんだ、ほら、いた。ラザマナスの中でエンカウントしてないだけで経験値少ないね。もう一回ぐらい戦ってもいいかな。あ、なんか出現モンスターがあったね。エグドラシルじゃなくてオリハルゴンもさっきのところにしかいないんかな。あそこにナザマナス行くかもね、もしかしたらね。もう一回ぐらい戦ってみようか。うん、いないんかな。あんま燃料使ってるとね、いや、なくなっちゃうから。まあちょっと強い装備品とかも欲しいけど。着いたな。
やっぱり。あそこピラミッドがあるぞ。どういうことよ。え、ちょっと待って、何もねえの。これ何もない。え、マジ何もねえのこれ。1ずつ減っているよね。あ、1だったらいいよ。ドラマがねえんだもん。だってドラマないよな。ないよね、ドラマのね。いやー、ちょっと罠だなこれ。待って、あそこルーラーできるようになるの。え、回復ないんだったら温存でいくしかないよ。だってそしたら、いや、行っちゃおうかな。敵いないのこれ。広っ。なんか黄金の爪とかありそう。でどうしよう。まああそこ抜けたからな。ここでやめとく。敵いんの。いないね、敵ね。あ、いる。わあ。祈りの指輪持ってきた方がいいかもね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。これルーラで来れる、もしかして。いけないか。じゃあ、あの、でもダンジョンそんな長くないもんね。ってことはプレミアムバザー行って、まあ一回止まるか。まあもうお金は大丈夫でしょう。あのダンジョン気になんね。え、結構な長いんかな。ドラケ3のピラミッドだったとしたら今と同じぐらい時間かかるよね。だ、中途半端なんだ。11分とか12分とかさ。何もないよな。じゃあ今回ここまでにしましょうかね。あ、ここまでにし、そうだね、ここまでにするんだけど、これを量産だね。ちょっと面倒だけど、何回も繰り返して祈りの指輪いっぱい持っていった方がいいかも。ただね、あの MP 使いたい放題だからね、ぶっ壊れてなくなるまで。この繰り返しで、ね、世界中の雫1個もらってそれ交換しててやれば、多分15個ぐらいまでは交換できるんじゃないかな。もっと交換できるのかな。キメラの翼買わないといけないね。まあルーラでもいけますけど、ルーラのとこを出すのがすごい長いからさ。魔法の生成、いや、これも15個持ってときてどうなんだろう。なんだ、小さなメダルと交換だ。そうだ、小さなメダル、そういえばどうなの。これ全部渡したらどうなんだろう。一回セーブしてやってみたいな。まだあるものなのか、敵が落とすのか。だってアイテム欄にあるでしょ、今小さなメダルって。ないんかな。あるよな、2枚あるもんね。アイテム欄に1個ぐらいは取っておきたいんだよね。で、何も交換して何もくれないようだったらちょっとリセットをしてって感じで、セーブしたからね。こんな感じでやっていけばいいんかなと思いますけど。65枚以上、あ、集めてくるんだぞ。いや、それはいいんだけど、この祈りの指輪を何個か、まあ、交換しておきます。
で次回はそこからスタートします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。